ADMJTV 小林です。そしてはい、稲垣です。今日はスペシャルゲストをお迎えしております。しずきあさとさんです。しずきあさとです。ありがとうございます。ようこそ。びっくり。嬉しいです。いやいやいや、こちらが光栄でありがとうございます。本当にもうこんな光栄が ADMJTV にこんな日がやってくるとはみたいな。どういうご縁なんですかこれ。かなり昔から私私物として MJ さんのバッグを購入させていただいて。本当ですか、ありがとうございます。え、知らなかったの。使ってたんですよ。え、お願いとかしたわけじゃない。勝手に、はい、勝手に、はい、ありがとうございます。え、普通にデパートで買ってらっしゃったんですか。はい、すごいね。え、それがなんかこんな形になったのね。はい、なったのね。はいはい、ああすごい。もね、そもそも、はい、ショップチャンネルの長谷川さんと、はい、同期生なんですよ。同期、はい、同期。長谷川はあのお姫様役だったって聞いたことがあります。笑ってますよ長谷川さん。疎くて多分本当はあのファンの方にお前って怒られそうですけど。お姫様。お姫様。私もお姫様でした。お姫様同士だったんですか。そうです。本当ですか。いや全然私のこの薄い宝塚知識の中でも、はい、そんなはずはないです。はい、もうね、あの今日実は午前中、鈴木さんの歌声を聞きながら仕事を。あらま。させていただいておりました。すごい方ですよ。本当に、実は後でインフォメーションを稲垣さんから言っていただこうと思うんですけど、はい、はい、もうシャンソン絶対聞きたいと思います。さっきからずっとボソボソ、ね、これをって言ってちょっとだけ歌えるんですけど。いやいや本当にやめてください。本当にやめてください ね、 ね。でもじゃあそんな、はい、あの鈴木さんはもう、はい、ずっと ADMJ バッグが好きで、はいはい、どんなとこが好きだったんですか。あの私もなんですけど近しいところでしたら、まあ、父もあの薄いお財布をポッケに入れて愛用して。お父様が、はい、私より先に父の方が使ってました。このね、はい、番組で男性が使ってるネタは初めてです。本当ですか。はい、で初めに知ったのは父がお財布を買って知って。そうなんですか。はい、そうです。なんておしゃれなお父さん、なんて薄い財布なんだろう。そう、便利だな。この人は強さに持たないと、はいはい、でそれか、まあ、何点かご用意させていただいて、近しいところでしたらば今年にあのちょっとテレビ番組の旅番組で、はい、このバッグを持って旅をさせていただいて、大変もう活用させていただいて、これはすごい愛用させていただいて、ありがとうございます。あの、はい、スワロスキーソーイング100席以上している ADMJ の中でも、うん、最もスワロがついている。私このキラキラ系を購入させていただいたの初めてなんですけど。そうなんですね。なんて言うんですか、これって初めて知ったんですけど、縫ってそうなんですよ。私貼ってるだけだと職人が貼ってない、貼ってない、貼ってない、時々ポロッと落ちちゃうみたいなんですが、はい、だから初め落ちちゃうんじゃないのかなとかって思う不安があったんですけど、うん、これは縫っているとこういうことを知って。ちなみに、はい、今目の前にあるこれはしずきさんの私物です。はい、そうです。本当に本当にそうなの で、 私物です。実は他に置いてないんです。はい、中身見せていただいていいですか。ぜひぜひ。私の、はい、私の普通の、はい、普通の私物です。いいですか。普通の本当に私物です。あ、はい、あ、これ出せないなっていうのはもうこのまま収めたままで大丈夫。何が入っているか、はい、皆さんここで。うわー濃い濃い濃すぎる。このなんかマリモマリモかっていうのの濃い色は何ですかこれ。青汁とスピルリン、はい、ミックス、はい、これはしずきさんミックスですか。私が入れてこうシュ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 、はい、自分でやるんですかそれ、はい、結構毎日持ち歩いてでも毎日と言います。 ありがとうございます。本当に使ってくださってんだ。はい、本当に使ってます。ちょっと触ってみていいですか。はい、入ってます。入ってます。本当に使ってるのが分かりました。ありがとうございます。はい、そして
もう本当にバックイン、バックイン、便利そうですね、これまた。はい、お分けになってる。なんか書いてありますし、私の一応ファンクラブのグッズなんですけど。お、買えたりするんですか？もう人気で買えない？買えるかもしれない。少しだけ、そうですね、はい、追加してください、マネージャーさん。ない場合は。便利なんですけど。すごく便利そう。あのでもね、こういうところにね、ちゃんとね、私は用心深くね、はい、ああ防災のためにね。いや、そうですね、今はビビったよ、音、おいと思って、おいって思った、おい、大丈夫これ、すごい、もういいけど助けてっていう声が聞こえない時は、ね、いやいや、地声でいけない、分かったから助けに行くから、なるほど、行くから、今酔った時とか吹いてませんか？やんでそう、酔った時に吹いてません。説教は偉い友達を紹介してくれたらいいですよ。はい、老眼鏡ね。え、もうそうですか？必要ですか？当たり前じゃないですか。あ、本当に薄いですよ。実はあのご自身は違うところでさっき買われたって話教えてくださったけど、ショップチャンネルさんでもやってたので、結構値段するんで私迷ってんの。この薄さなんですよ、すごいですよ、本当に。あのこでもお財布に入るぐらいだよ。このお財布にも入ります。すごい、入ります。ちょっとどっか貼って出かける時っていうのはこの財布に入れて出かけるのがあります。これおしゃれとかね、ちょっとかけてほしい。あ、これもサングラス、サングラスもすごい、お願いします。大きいサングラスを持ち、一応 ADMJTV です。はい、これすごいいいですね。ちょっと眩しいなと思う時とかにいつも入れてるんです。すごい、すごい綺麗、もうプロダクトとして綺麗ですよね。なんかこれはすごい、まあ、いい仕事です。相当いろいろ入ってる。そしてまだあるんですか？充電器。はい、あ、そこから出すのやっていいんですか？すいません、ありがとうございます。充電器、そしてあ、こういうのも可愛いです ね、はい、ね、細かいとこちょいちょい可愛いですね。こういうとこちょっとキラキラしますね。そうですね、本当だ。これは自分で貼りました。あ、そんな器用なんですか？デコやるんですか？デコこれだけ。これだけ見るのすぐじゃないですか。でもこれあの綺麗にこれだけここに貼るのって、まあ、どこにあるかっていうのが分かりやすい。このサイズを考えて、はいはい、これ石選びますよね。一応、まあ、そういうことですよ。ここまでは読み合わせて、そして、うん、何ですか？そしてこのちっちゃいのですか？この ADMJ さんのお財布があまりにも美しいので、なんかちょっと汚れるのが嫌だなと思って、うん、小銭入れを別にしてるんです。私これかわいい、ちっちゃくて便利そうですね、うん、なんかこういうの、はい、高そうだけど ADMJ さんってこういうの作るの今目をつぶってますが、高いです。これここはなんか領収書とかチケットとかを言えるようにブルーなんです。喋ってもらおう、親指立てないで。そうですね、あまりこう喋り邪魔して悪いと思って、いいのでちょっと小銭を別物にしてしまっているんですけども。そうですね、 ADMJ なかなか小銭入れ、この前ガム口作ったんですけど、こんなちっちゃいのはないんですよ。ここまで小さいのはないです。いかがですか、このセットで。了解いたしました。欲しい、欲しい、私もこのサイズ欲しいと思いました。心に留めて、欲しいそうです。欲しいそうです。絶対そこな、もう大スターが言ってるんだから、ね、やらないでどうする。これ絶対いいと思います。了解しました。イエス、来てもらってよかった。私が言ったって作っちゃくれないですよ。本当にありがとうございます。本当ありがとうございます。ここでちょっとこうキラキラキラってしたら可愛いですよね。いいですか？了解いたしました。はい、あ、ちょっとワクワク楽しい、はい、ちょっといい展開になりましたよ。できた時、暁にはまたね、出演していただき、ぜひぜひぜひ、はい、ぜひ評価をいただく。この意見が本当にものになったら、はい、そうですね、じゃあもう名前入れちゃえ。はい、そうそう、時間だって言われてますけど、まあ、あの本当に結構なものが入るし、はい、で本当普段使いされてて、はい、どうですか、3ヶ月、4ヶ月ぐらいの全然型崩れもしませんし、私ちょっと譜面とかを持ち歩くことが多いんですよね、お仕事が、うん、ちょうど A4 サイズが入りますし、うん、こういうものを入れて、水入れて、うん、
て、すっぽりでしたしね。で、はい、大変愛用させていただいてます。はい、ありがとうございます。これむしろ、あ、色違いがあるよということで、なんかあの新作のバリエーションをぜひ、はい、わかりました、スタッフがご紹介したいということで、はい、じゃあちょっとお時間が、ご紹介させていただきます。伸びちゃってて、じゃあ前失礼します。はい、行きます。はい、オイスターグレーですね。はい、でブラック。じゃあ、これは私の方をお預かりします。はい、ありがとうございます。こちらが4色、新色でございます。いかがですか。おお、頭気をつけてください。はい、はい、気をつけてください。はい、わ、すごい、ありがとうございます。やっぱ似合うね。バランスが私じーっと見たら全部左右対称じゃないんですよね。そうなんです。これあのソーイングもデザインされてるんですよ。これ微妙にじーっと見たら間違い探しじゃないんですけど、うす違うんです。対称じゃないんですよ。そうなんです、うん、違うんです。アシンメトリーのバランス、なん、はあ、とも言えないバランスなんですよね。うん、そうなんです。いやかっこいいですね。ありがとうございます。はい、黒はこうジェットですとかブラックダイヤモンドのグラデーションで、はい、このオイスターグレーも微妙なグラデーションを、本当だ、はい、使わせていただいて、この白はホワイトアラバスタ、はい、NUJ がよくそんな今言ってもう一回言いますか。ホワイトアラバスタ、アラバスタ、このちょっとスーラなんですけど、このマットなね、あ、本当だ、クリスタルがついていて、これは別注しております。 AMJ がこちらは一色使いですね。これは何て、トークグレーはクリスタルいただいてます。それはたまに私も説明したりしてすみません。お色とかもいつもすごく達成、ありがとうございます。じゃあ中もお見せしちゃいますか。はい、このまま、はい、かわいい、こんな感じです。かっこいい、こんなしずきさんの中開けていただいてすみません。なんと斬新なグリーンズ、はいはい、斬新、わおわおいただきました。びっくりする、この斬新ですよね。ね、ね、新色の中でもしお選びいただけるとしたら何色お好きですか、鈴木さん。いやー、ごめんなさい、私のシャンデリア、どー、何個持ちか、何がありますか。ちょっと難しいと、はい、はい、どうですか。でもね、白お似合いだと思います。かなりいいですか。うん、だから、うん、目立ちますよね。でも夏もいいですけど、冬にこういうの持っててもかっこいいですよね。ね、簡単にね、ぜひ持っていただきたい。かっこいいですよね。かっこいい。なんか、本当にね、白をこう勇気を持って持つっていうんですか、うん、おしゃれ。いや、本当に。で、開けた時のこの斬新さ。はい、わお。わお、いただきました。わお、いただきました。じゃあ、これも。びっくりしますよね。この配色はいつもどなたが考えてるんですか。あの、デザイナーの私の一応連れ合いが。はい、はい。あきちゃんと私たちを今呼ばせていただいてます。すごいですよね、この勇気を持った。勇気を持った。でもなんかこう気持ちいい。なんか気分がね、アップするんですよ。テンションが。彼が見た自然の景色の中からのインスパイアされたものが、わーっと色になるんですって。本当に綺麗。何見てきたんだろうね。本当に。うん。いや、すごい。いや、ありがとうございます。じゃあぜひこれを持って、はい、あの7月、10月、11月、はい、ステージ立っていうの。シャンソン。これ、はい、シャンソン。そう。私ね、シャンソン聞きたい。ね。実は、はい、すごい今思っていまして、でもシャンソン聞く機会って本当ないんですけど、もともとですよね、秋元さんからシャンソン歌えばみたいな。あ、その通りなんですよ、ね、十何年前にこれからしずきシャンソン歌えって言われて、そうなんです、私来ると思います。はい、本当に聞きたいなって。なんかこの昭和から令和になって、うん、ちょっとこう私たちの時代が、うん、あのもう人生100年って言われてるけれども、うん、これから私たちのなんかこう人生だとか今まであったこととかが、はいはい、シャンソンって全部詰まってるんですよ。うわー、そうなんだ。今、まあ、私今、はい、49歳なんですけど、はい、この年を重ねれば重ねるほどなんか深みが増してくる音楽のジャンルなのかなと思いますね。そのなんか美しいお歌が聞こえるのは、はい、いつどこに伺えばいいんですか、はい、ではまず一番近いところで、はい、7月の21日日曜日です、はい、銀座ヤマハホールで、
はい、それから、10月にあります2回19日と20日、はい、こちらも東京有楽町の、ヒューリックホール、そして11月の23日は大阪新歌舞伎座でということで、今ここはお知らせができたんですが、はい、もうぜひぜひ、まだチケット大丈夫ですか？7月です、なんとか、あ、これからだね、はい、これからだね、でもいつかなんか、ね、はい、こっからこうね、青汁とかいやいや、そうだよね、やりかねない感じのちょっと面白さがある方だと初めてお会いして、ね、私7月ぜひお伺いしたいと思いますので、はい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 、ではじゃあ、まだまだしずきさんに選んでいただいた番組ご紹介、はい、次もあると思いますので、はいはい、今日はこちらで 18SS01034 のバッグでございました。しずきさん、ありがとうございました。ありがとうございました。